はい、皆さん、毎度毎度。白髪染めの時のほら、フェイスラインの浮く白が、あれにペーパー貼るか貼らないかね。貼った方が綺麗っていう人は本当にそう思ってるからね。何に言っても、やっぱ貼んなきゃダメよってことになるから、まあ貼るしかないよね。まあうちみたいなね、貼らなくても染まるよ。いや、心配だったら、あの、ラップで押さえとけば、みたいにね。まあ、さっきも言ったけどね、理屈で言ったら、不浸統制材料、ラップの方が絶対効果的だよね。まあ乾かねえし。まあでも、ペーパー貼る先生に言わしたら、ラップだとね、汗かいてね。 薬が薄まねそういうこと言われちゃうからね。まあこれもね、話し合ったらキリがないよね。だからね、ペーパーだったら乾くじゃねえかってね。乾いちゃったら染まんねえだろ。マウスにね、ほら、さっきペーパー貼ったでしょ今度やっぱりね、人差し指をベタベタすんだ。今日は湿気が多いね。ダメ。これやり直し。はい、ちょっと動画ね、また。マウスの動画。まあこういうのはね、やり直しっていうのはね、日常茶飯事でね。もう一回全部ね、両面テープ引っ張らかしてね。もう今度はサイドまで貼るからね。 うん、人差し指のさ、マウスを押す。人差し指も気持ち悪いんで、なんかベタベタしてさ、汗かかないみんな。なんか気持ち悪くない手袋してやってる人もいるんかねこれね。夏でもね。まあこんな風にくるんでね。あとは余計なとこ切って、まあなんとなく決めてくれたホ,ホイールのとこだよね。問題はね。ここ、ここね。ここ回すからくるくるね、うん。まあ、こんで、まあこれ、ここまでやればもう OK と。 まあ、ペーパー貼って、まあ、白髪染めるのはいいんだけど、灰際からさ、1センチぐらいさ、外れたとこにある白髪どうすんのあれ。それこそさ、のっ腹にさ、1本棒が立ってるような状態あれさ、ペーパーで押さえるわけ押さえた上からさらに毛染め乗せんのねえ。まあ、フェースラインさ、だったらさ、問題ないけど、フェースラインからさ、ちょっと外れた、5ミリ1センチ外れたとこに1本ポツンと立ってるさ、白髪があるじゃない あれもそこまでやるのそう、そのさ、汚れ方ってあるよねお顔もあるよねそんな一本ぐらいさ、そっち巻いたいよねいま思い出したけど、昔の人はさ、ペーパーをさ、乗せて、さらにそのペーパーの上にも白髪染め乗っけてたよね今みんなどうやんのそこまでやんないでしょペーパーを置いて貼り付けて終わりでしょまあ自分はそうやってほら、のっ腹に一本立ったような白髪の場合は、まあ指に、ゴム手袋の指に毛染めつけてつまむって感じだよねつまんでつける だほとんどついてないみたいなんだけどあ、まあ洗うとある程度染まってるよね。もうね、あの、やっぱ指が一番だよね。コームで白髪染めをね、置いて、ほんで指で揉み込む。これが一番、なんか染まるかな。たそれさ、車間屋みたいにさ、軽装度壁に塗るみたいにさ、ベトーンとつけちゃう まあそういうのが好きな人はそれでいいけどね。何も言えないよね。そうじゃなかったら染まらねえって思い込んでる方はね。白髪染めって結構少なめでも染まるんだよね。まあ、常識の量ってあると思うけどね。で逆に一定量を超えて塗布しても白髪が黒く染まるかってことはないよね。ある程度しか染まらない。これ化学変化的にね。そういうことだからね。 でも昔の先生なんかは、やっぱり、たくさん抜けななきゃ染まらないわよって、信じてる方もいるよね。で、業者に聞いても、ディーラーだね。そうだねって、ディーラーはそれはそうだよ。いっぱい使ってもらえてるんだから、いっぱい乗りなさいとしか言わないよね。歯ブラシにさ、歯磨き粉さ、一本乗せてるじゃないあの感覚だよね。<laughs> あそこまで乗せてる人っているんかね、今時。あの、半分でもさ、口の中辛くね まあでも、ある程度さ、乗せないと洗った気がしないって人はいるよね。まあそういう方は、そういう方でお好きにどうぞと。まあまあ歯磨きの量なんかまあ、個人の自由だいな。匂い消しで使うようなもんだからね。このね、ペーパーを貼る貼らない問題。まあ確かに色々考え方あるからね。まあゴーに入ったら今日ったかい。それしか言えないね。はい、お疲れ様でした。